ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画になります。秋葉原にありますアニプレスさんのアンテナショップ展示になりまして、テレビアニメリコリスリコイル錦木千里7分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていってください。はい。で、アニプレスさんのアンテナショップって営業しないですよね。今後どうなるんですかね。で、この展示ですね、地味に遠くて、で照明に赤みがあるんですよね。撮るのがめちゃくちゃ難しいんですよ。まあ、ですのでそんなにアップがないっていうのと、色もですねあまりうまくお伝えできないと思います。申し訳ないです。はい。で、今回リコリコ、千里のフィギュアになるんですが、これですね、一度未彩色の展示を投稿させていただいたんですが、もう早速彩色展示でもう予約始まってます。確か年末のコミケで一番最初に彩色展示されたんでしたっけ。いやー、コミケも参加しないとですかね。で、今回の千里フィギュアですが、喫茶店衣装で、スペシャルエレガントパフェを持った立体化になってます。いいですよね。ではこれを見るとうんこパフェを持った滝名も期待したいところなんですが、でもこれ一応キービジュアルのイラストの立体化になるんですよね。ですのでそれで立体化してしまうと、滝名はパフェ持ってないんですよね。さすがにうんこ付きはちょっと難しいんじゃないかなと思いました。はい。で、これですね、スケールが7分の1になりまして、お値段が22,000円とのことです。で、今回特に制作協力みたいな表記はないみたいですね。で、そしてアニプレさん販売となりますので割引なしになります。 D アニメさんとかではたまに安く買えたんですけどね、最近対象外ですね。もう難しそうです。はい。そんなわけで、リコリコのフィギュアが、ついに始動になったわけですが、すでにグスマさんから制服版も出ますからね。で、そしてさすがに滝名なしってこともないですよね。絶対出ますよね。あと本当くるみお願いします。はい。で、さすがに滝名は出ると思いますけど、出るとそれはそれで2人で飾らないとという使命ができてしまうので、しっかり考えて予約しないとですよね。でもですね、やっぱり今後のフィギュア化っていうのもしっかり追っていきたいと思ってますので、ご興味ある方はですね、ぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、では以上になります。今回はアニプレさんでリコリコ千里フィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。